倉庫のそこそこラジオ。パーカーとフーディは言い方の違いで同じやと思ってましたという話です。どうも関西で喋り手などをしております倉庫といいますそこそこラジオ。今回はパーカーとフーディのそこがです。前回僕のピザオブデスのグッズのね。 パーカーを話したんですけども正しくはピザジップフーディという名称で売られているということもお話ししましてあまり深く気には今まで止めてなかったんですよまあピザオブデスは英語で歌うバンドの方も多いですしあ海外ではフーディというのが 主流なのかななのかんてて思って日本ではパーカーが定着してんのかなどっちもまあフード付きのスウェット生地的な服かなと思っていたんですけど実際に楽天市場の通販とかではパーカーはフーディーとも呼ばれと別称みたいな書いてあってフードが付いたトップスのことです。 大きく分けるとかぶってきるプルオーバータイプと前開きファスナー式のジップアップタイプに分かれると僕はこのジップアップププタイプがいいんですよプルオーバーも持ってるんですけどあのまず僕冬はもうほぼほぼパーカーなんですね。じゃないと首の後ろがもう。 パーカーでないと寒くてこのフードで首の後ろを保温しているようなところがありましてあの首がきついのがなんか締め付けられるものが僕無理でマフラーとかそのタートルネックがイーってなる伸ばしたくなるんですよなのでこの パーカーカのフードがちょうどね首元なんかもあったかくしてくれていいんですけどもただプルオーバーだとちょっと暑いなと思った時脱ぐと寒いしなんかね体温調節も僕なんかおかしくてすぐ ちょっとでも暑いと嫌やしちょっとでも寒いと気になったりするタイプでなのでこのジップアップがめちゃくちゃ都合よくて少し暑いなと思ったら開けて風通してね冷えてきたら上に上げて閉めればいいというもうこのジップアップのパーカーしか9割持ってないまああの そのピザオブデスの話に戻るとデッド・アット・武道館というケンさんが初めて武道館でライブした時に販売されたパーカーはジップアップがなかったんで仕方なくプロオーバー買ったんですけどもうほぼ来てないですね。なんていうことででもそのピザ・オブ・デスではジップ・フーディーと呼んでいてこれ同じ意味かと思ってたら実は違うということが。 初めて知りましたパーカーはもともとはアザラシとかトナカイなどの毛皮で作ったフードがついている防寒着を指してフーディがフード付きのスウェットのことを指す正式にはフーデッッドスウェットシャツっていうらしいですつまりパーカーとフーディの違いはパーカーがフードがついているアウター防寒着でフーディはーは フードがついているスウェットシャツということになるとこれ日本では逆的な感じじゃないですかねもうパーカーがフードがついているアウターっていうイメージがありましたねまあそうやな、ね、ジャンパー,ジャン,バージャンパージャンパーこれも時々分からんのですけどジャンパーかえどっちやろう ジャンパーでいいのかな <laughs> ジャンパーにフードがついてるのものがパーカーかだから生地の違いがあるみたいですフーディはスウェット地のことを言うのでやっぱりピザ・オブ・デスが正しいと海外ブランドシュプリームは商品面にフーデッド・スウェット・シャツと書いているということでまあ海外の アパレルショップでパーカーどこですかって尋ねたらそういうスウェット地ではなくしっかりした防寒着の方に案内されるということらしいですまあでもここ日本ではほぼフーディーという言い方は浸透しておらずパーカーが主流フード付きのアウターがパーカーっていう感じだということらしいです。今までずっと ともう何十年も冬パーカーを着てきたのに本当はフーディーを着ていたということを知りませんでした。そうこうでした。さよなら。バイバイ。